4月18日天理教教祖の218回目のご誕生日をことほぐ祭典親様誕生祭が中山禅師心柱様祭主のもと天理教教会本部で執り行われました。心柱様の祭文奏上に続いて神楽勤め手踊りが務められ世界各地から帰り集った参拝者たちは助け一条の誓いを込めて御神楽歌を唱和しました。祭典講話終了後心柱様は教祖殿へ進まれ親様の御前で祭文を奏上御祝詞を述べられました。